はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビジです。では、今回は、発売案法、アメリカ、トランプ大統領でのプレイ続きやっていきたいと思います。前回はですね、まあ、いよいよ、第三次世界大戦とも呼べる大きな大戦へと発展した中国との戦いをお届けしてきたと思うんですけども、今回もその続きになります。まず、各陣営でもう一度おさらいしておきましょう。アメリカ陣営の方なんですけども、うまくね、ヨーロッパの主要国、まあ、イギリス、フランス、ドイツといったところを NATO 陣営として引き込むことに成功しました。まあ、ご覧のような陣営になってますね。まあ、これはかなり心強いものの、彼らはですね、このアジアの方まで軍を送る余裕が実はない。そういう状況の中、じゃあ一方ですね、中国陣営の方を見ておくと、中国陣営の方は、まあ、北朝鮮はじめ、もちろん中国、さらにキューバ、アルゼンチン、ブラジルなんていう南米諸国が中国陣営についています。なので、当面はやっぱり中国とのガチンコ対決をアメリカ自身がやっていかなきゃいけないという状況になりそうです。ではですね、その肝心の中国の戦力ですね、ちょっと見ておきましょう。中国の戦力なんですが、まず、海軍戦力から見ておくと、海軍戦力、マックス118隻ですね。陸軍の師団がマックス89師団。じゃあ、これに対して、アメリカはどうなのっていうところなんですが、アメリカはですね、陸軍の師団が107、海軍が216です。海軍こそ有利なものの、陸軍とかに関してはほぼ互角。空軍も互角というところで決して楽観できる状況ではないというのがね、まず分かったと思います。では、時間を進めていく中で、まずは有利な海軍を使ってですね、中国の海軍を叩くということからやっていきましょう。では、時間を進めていきます。有利な状況の海軍なんですけど、ダメージを受けた艦の修理のためにドックに入っている艦隊も結構多くてですね、これを多少無理をしてでも中国海軍を叩いておきたいので、出撃をさせていきます。まあ、これはね、無理をしてでも今有利な状況を最大限に利用しようというところですね。で、研究の方なんですけども、もう戦争が始まっている真っ只中なので、効果がすぐに出る陸軍の装備系、これを優先して入れていきます。あと、ドクトリンですね。で、国家方針は前回、まあ、中国陣営思いのほか膨れ上がってやばいと思ってですね、アジア中心の国家方針から、ヨーロッパ中心の外交方針に一気に舵を切りました。今回はその続きですね。インバイトヨーロピアンカンパニーズ、これを入れて、ヨーロッパ諸国との連携をさらに深めていきます。まずは海軍を台湾に集結させて、台湾近辺で中国海軍をがっつり潰しておきたいと思います。あとはちょこちょこね、中国軍が上陸作戦を仕掛けてくるので、これを逃さず確実に潰して中国の師団数を減らしていくというのも重要な作戦になります。はい。そしたらですね、台湾海峡周辺に関して言うと、制海権が安定して取れるようになってきていますので、ここはですね、中国に逆進行をかけていきましょう。ここまで台湾、日本、上陸作戦をね、やられてきて、それを跳ね返してという戦いだったと思うんですが、ここに来て逆にですね、中国に強襲上陸をかけていきましょう。まずは海兵隊から送っていきます。海兵隊。これを台湾から上陸させていきます。で、それに伴ってですね、
空軍の支援を得られるように取り計らいをしておきましょうか。各師団がしっかりと航空支援を受けられるように対応だけしておきましょう。じゃあその割り振りだけ先に入れていきます。はい。では空軍の支援を入れられるようにしましたので、このまま強襲上陸を見ていきます。まずはね、強襲上陸がうまくいってくれないと話にならないので、作戦の成功を祈りましょう。まず4師団が上陸しましたね。この4師団を使って、人民解放軍が包囲戦を展開してくる前にできるだけ戦域を広げたいですね。南は香港まで一気に戦域を広げていきましょう。で、上陸ができているので戦車師団を投入します。戦車師団を使えば強力に戦線を展開できるので、そういう動きをしていきましょう。さらにグリーンベレーも投入します。ここはもうスピード勝負であり、いち早く中国がね、迎撃に来る前にどこまで戦域を広げられるかっていうスピード勝負ですね。台湾と日本本土の防衛はアーミー4と、アーミー5に任せておきましょう。このまま行くとまだ中国海軍それなりの戦力を持っている状態で、少し弱めることになるので、このままね、注意をしっかり敵の強襲上陸に払っておきましょう。戦域をできるだけ早く広げておきたい。ちょっと無理してでも広げちゃいましょう。まずは香港までね、今荒れに荒れてる香港まで確保しちゃいましょう。補給マップも確認していきます。問題ないですね。補給マップも問題なしで、陸軍の師団の展開も順調で、時折は日本と台湾の、中国の動きを確認しておきます。大丈夫だね。問題なければ中国本土の戦いの方に、注視注力していきましょう。もう遅れる予備の師団もそんなに多くはないので、ここはですね、既存の師団の編成をやりくりしながら、本土に送っている、中国本土に送っている、軍のね、増強を図ります。空軍の基地、使える基地を抑えたいね、早く。空軍の基地さえ抑えれば、アメリカ軍の優秀な航空隊がね、その力を遺憾なく発揮してくれるということになろうかと思うので、ここは人民解放軍が包囲戦を展開してくる前に、今のところ順調に戦域を広げられているという印象ですね。ではここで中国海軍の状況を見ましょう。52まですり減らしてるね。これ20グラムまですり減らせれば、中国本土からね、台湾あるいは日本に上陸をかけてくる敵の部隊というのはほぼ考えなくて済むようになるので、
中国本土に送れる部隊をさらに増やせるんで、もう少し頑張ってもらいましょう、海軍には。香港は確保しました。これって領土的には台湾の領土になるのかな。そうだね、台湾の領土っぽいですね。おっと、強襲上陸をかけてくる中国軍。こういうのは見逃してるととんでもない深い傷になるので、見逃さないようにたまにね、ちょっと皆さん画面が、動いてしまって見づらいと思うんですが、しっかり確認を定期的に行いましょう。もちろん、強襲上陸してきた時はピーポーピーポーみたいな感じで鳴らして教えてくれるんですけど、実況でお話をね、こうやって喋ってたりすると、聞き逃してしまったりして注意が散漫になっていることが、多々あるので、やっぱりね、確実に目視をしていきます。ここでも強襲上陸かけられてるね。ここ大丈夫なのかな？まあ、味方の部隊がしっかり、駐屯しているところであればね、安心を持って迎えられるかなとは思います。空軍のドクトリンが入りそうなので見ていきましょう。空軍のドクトリン、まず一つ目、ジョイントやオペレーションズ、これが制空作戦効率、航空支援作戦効率、海上作戦効率、それぞれ 10% のボーナスがつくというものが一つと、二者択一で、もう一つが、マスターエアアタック。これが航空支援作戦効率、プラス 10%。まあ、ここは今敵の海軍を潰しておきたいというのもあるので、海上作戦効率、プラス 10% のボーナスが得る、マスタージョイントエアプラン。ちょっとごめんなさい、順番逆かもしれないです。それを入れておきます。もうちょっと進撃のスピードを上げていきたいので、師団を、増強増員したいんですけど、そこに対して送れる部隊が、ちょっと今いないんですよね。まだ、台湾、日本、それらの防衛に割く戦力を残す必要がある状況なので、これらをね、完全になくすわけにはいかないという状況です。で、香港が奪われている。香港が奪われているのであれば、香港を取り返しましょう。香港が奪われたままであるのは非常に危険だ。いつの間に香港が奪われたんだろうね。まあ、一大補給拠点でもある香港。これの取り返しは必須なので、さっさと取り返します。香港を取り返したら、香港をね、まあ、起点にというか、拠点にというか、補給がさらに充実するので、そこをね、うまく、師団を増強する、まあ、共闘歩というか、場所にね、していければいいかなとは思います。強襲上陸来てるね。これをしっかり跳ね返していかないといけない。あとはもう少しはっきりとした形で、まあ中国海軍を潰しきっておきたいよな。ここにも強襲上陸来てるね、敵のね。ちょっと、見てない間に、空軍の基地、確保できてるね。ちょっと待ってね。ここの空軍基地が使えない。中華民国、日本が配備してる。あ、そうか。陣営にそういう意味で言うと、厳密に言うと分かれてるからね。日本、台湾と我々 NATO は。だから使えないんだな。むめ、これは誤算だぞ。航空基地を使って、アメリカ軍のね、空軍を展開していければ、より、戦いが有利に進められるかなという思いがあったんですけど、それが容易ではないということが分かりました、今。どうしようかね。となると、台湾と日本にレンドリースで、空軍の戦力を送るっていうのが一番いいですね。
おそらくですね、この状態で、陣営が分かれている状態で、日本と台湾を陣営に招待してもうまくことが運ばないと思うので、まあそういうことをするのであれば、レンドリースで、日本と台湾に空軍の戦力を送る方が確実に、日本と台湾に戦力を送れるので、ちょっとそういう風にしていきましょうか。ただ、一応中国と、台湾と日本も陣営には招待を、していくために国家方針の切り替えも行っていきます。じゃあまず日本に対して、そして台湾に対してレンドリースしていきましょう。では、アーミー7を、さらに送り込んでいきましょう。ちょっと苦戦している、北進する部隊の方への増員として、増強として送っていきます。さあでは続いて国家方針ですが、インバイトジャパンを入れましょう。これで空軍が使えるようになってくれれば、まあ一番、まあありがたい。いう展開に持ち込めるんですけど、これはちょっとわからないな。このパターンってあんまり記憶にないので、本当にこのパターンでね、おっと、香港が、陥落しているぞ。香港はどうだろう、常駐させといた方がいいのかな、部隊を。香港にどうやって敵が湧いてきたのかがちょっとわからないですけどね。しかも、装甲車部隊じゃないか。これは確実に潰しておきたいけど、まず香港の港を押さえて敵の補給を断ちましょう。そうすれば容易に叩けるはずですね。本当に油断ならない、中国軍というところですかね。中国軍の海軍勢力もう一度見ておきます。33まで減らしてきた。だいぶ減らしてきたね。では、いい時間になってきましたので、中国本土逆進行作戦進行中ですけども、今回はここまでに、させていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。まあ、基本的な方針はこのまま北進して、北京を目指すというところなんですけども、だいぶ先は長いですね。一方、中国の陸軍の師団数もだいぶ削ってきてはいます。65師団まで減らしました。なので、この先はね、このままこの作戦を続けていきましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。